番長くやってるクラブでありますし、まあ7年もいれば愛着もすごい湧いてきてますし、出身は違えど静岡の文化にも慣れてきて、まあすごいとても住みやすい場所でもあるので、まあこの地域に何か貢献したいなっていう気持ちもだいぶ深まってきてます。まあ、昔はもう本当に黙々とやってるだけでしたし、チームのためにっていうのは思いながらも、まあ自分良ければよしっていう部分は少しあったと思うので、そんな中では自分自身変わった部分でもありますし、周りに声かけて自分もやりやすく周りもやりやすい状況を作れば、おのずとチームも強くなると思って、そういうような行動には出るようにしています。まあそんなに先頭に立って引っ張っていくようなタイプじゃないですけど、まあ、それぐらいの気持ちにはなってきてますし、まあ、年齢的にも上の方になってきているので、そうしなくちゃいけないなっていう信念はすごい感じてます。そうですね、まあ、いろいろなポジションをやることによってプレーの幅も広がりますし、まあ、その中で見える景色も違えば、そこのポジションはやってる選手の気持ちも分かるようになるので、まあ、そんな中で、自分の良さを出すために、チームに還元できるようにといった意味では、いろんなポジションをやれてるっていうのはすごい自分の中ではポジティブに捉えてますし、はい、感謝してる部分であります。周りがあって自分が生きるポジションだと思いますし、自分があって周りが生きるポジションでもあると思うので、まあ、そこをうまくやっていければなと思います。まあ、自分はドリブル突破してゴールを決めるような選手でもなければストライカーでもないので、まあ、自分の特徴を分かった上で、まあ、それが一番適しているのかなと思います。活躍してそういえばあんなやついたなとか、あんなやつがまた来てくれたらなとか、あいつの子供がとか、そうやって言ってもらえるような選手になっていけたらなと思います。